はい、ダフナです。今日は、この料理ですね。なんかもらったんですけど、ソングタンパイですね。なんか美味しいっていう話なんですよね。なんかサラダですね、タイの。フリーズドライドパパイヤサラダ、パパイヤサラダですね。なんかミディアムスパイシーとかこう書いてある。まあ、真ん中ぐらいのこう辛さだからそんな辛くないのかなって思うんで、ちょっと今日はこれを食べてみたいと思います。それでは作っていきたいと思います。まずはこれ開けるのかな、ここ開けますね。完成しました。こうかき混ぜて5分ですね。なんかこう簡単な料理です。でもなんか匂いはいいですよね。これナッツがこうちゃんと入ってて、うん、これは何ですかね。まずまあちょっと一口いってみますかね。どうなんだろう。どうなんですかね。タイで人気のサラダですよね。美味しそう。どうなんですかね。いただきます。やばい。はい、これすごいですよ。ミディアムっていうと結構辛いですよ、これ。でもまだいきます、これ。美味しいですね。美味しいです。でも辛い、これなんかすごい、この辺が辛いです。口の中がヒリヒリ。これやばい。ちょっとこれサラダだけで食べるのはちょっと無理じゃないですかね。ちょっと汗がすごいぞ。ああ、美味しいです、これは。確かに美味しいですけど、ミディアムですよね、これ。ちょっともうちょっと辛さを抑えたら、日本人でも食べられます、これ。今、これはちょっと辛いな。ちょっとすごいですよ、これ。ああ、目覚めますね、これ。いや、わかります、なんか。でも美味しいです、これ。もう一口。うん、さっき辛かったから大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱり辛い。あっつい。すごい。口の中が痛いです。ちょっと辛い。ああ、涙出ますね、これ。ああ、ちょっとすごい汗出ます、これ。今飲み込んだんですけど喉が痛いですね。これミディアムですか。
これ普通ってことですね、ミディアムって。これちょっとタイの人すごいですね。あー美味しいですけど、ちょっともう僕これ限界です。またちょっとタイの料理も食べてみたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。